はい、どうもゆきです。ロックマイクでトランスミッション実況プレイ続きやっていきましょう。さあ、なんかインターネットが炎で燃えて炎上しているっていうことで、ネットでの炎上は怖いんですけど、カジノインターネット、名前からしても嫌だ。うわ、すっげえ、ここを攻略していきたいと思います。ひどい、こんなに大規模な火事なんて。ん？どうした、ロックマン。あれ？ネット君あそこにいるの？だよな、ファイヤーマンだよな、火の剣だよな。ファイヤーマン、ボイスついてなかった、今。ファイヤーマン？ワールド3のナビだったやつだ。あいつが火をつけていたのか。でも、ワールド3はもうなくなったはずだ。はずじゃ、そうだよ、お前。エクゼ2の時、空港にずっといたやんけ。どっちにしろ、ファイヤーマンの仕業なら見逃せないぜ。行こう、ロックマン。うん、ファイヤーマンを止めよう。きっとこの先にいるはずだよ。じゃあ行きましょう。で、捜査官がね、なんか思ったよりも楽しそう。楽しそうっていうか楽しいんですよ。ここ。あぶねえ。撃ってきてギリギリやられるかと思ったけど、なんですか。いや、ちょっと待って。お前、ショックウェーブの外だと思って今撃とうとしたら撃ってきやがった。メットールのショックウェーブが普通に厄介。なんかキャノンとかよりメットールの方が強いんですよね、今回。スライディング移動は基本というか時短になるけど、メットールにやられるから気をつけなきゃいけない。んこの下確かメールちゃんのパソコンに繋がってるんだよね。マジでメールちゃんのパソコン燃えてんじゃん。え、溶岩だらけじゃん。ロールの言う通り、これじゃ通れないな。早くファイアマンを止めないと、もっと被害が広まるよ。いや、こんだけネット燃やしてるってファイアマンやりすぎじゃない？あの上の取りたいな。どうやって取るんだろう。え、行き方なくない？え、どうやって行くのあれ。なんかテングマンのウィーンっていうね、ロックマン8の特殊武器ですけど、あれがないといけない気がする。ミニボムで、あ、ちょっと、パスした。ミニボム当てていって、あそこにもいるな。なんかあるか。ラットンは当たんない。あ、ダッシュアタックはワンチャン。浮いて！やべ。ちょっと待って。こっから、あ、ダメだ。使えない。ちょっと待って。そうしたら、落ちながら、あ、落ちながらも使えないわ。こっちから回ればいいのか。全部倒す必要はないんでしょうけど、ちょっとまあ倒したいみたいなとこありますよね。てかあれか、キャノンはロックオンされてから攻撃撃たれるまでに若干のラグというか時間差があるんですね。ほい、左上行けないのか。え、こういうさ、ちょいちょい行けないエリアがあるんだけど、見て、やべ、しまった。行けないエリアはどうやって行ったらいいんだろう。なんか行き方があるんですかね。あー、届かないな、これは。ちょっと待って、よし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 。じゃあ落ち着け、落ち着け。ここミニボムは当たんないの？この辺からな。オッケー、よし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 。ロックマン、この下強力なウイルスの反応があるぞ。きっと火事の影響で元気になった炎属性のウイルスだ。気をつけろ。うん、ロールちゃんにもらったヒートアーマーを装備していこう。アーマーはペットメニューのロックマンでアーマーを選べば装備することができるんだよ。大丈夫、もう装備してる。一番いい武器を頼む。おー、ガルーじゃないですか。これ可愛いですよね。どうしようかな。ガルー相手に今いけそうな武器ないな。おー、うわ、手前で止まりやがった。ふざけんな。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと良くない。ダッシュアタック手前で止まりやがったこいつ。マジか。うわ、やってくれたな。うっ、ちょっと待って、ちょっと待って、どうすりゃいいんだこれ。バトルチップ変更。ちょっと待って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 、あいつはやべえぞ。あいつは今までで一番の敵だぞ。ちょ、ショットガンとスリーウェイでこれでなんとかで、リカバリーしといた方がいいよね。で、ミニボム鉄球これでいこうか。 OK ボタン押して、よし。で、ちょっと一旦リカバリー使っておく。これでいける。で、向こうの攻撃が届かない位置からスリーウェイ。スリーウェイ。うわぁ！攻撃すると撃ってくる感じだ。あ、でもバトルチップくれた。バトルチップはここでも入れ替えできんのかな？まあいいや。なんか、あれだな。打ち返ってからだな。ロックマン、この先の床、火事の影響で脆くなってるぞ。上に乗ったら走り抜けるんだ。ぼやぼやしてると床ごと火の海に落ちそうだ。やば。うん。でも床が落ちてしまってもパネルリターンを使えば元通りにすることができたよね。いざとなったらお願い。あー、うーん、まだ止まってないからな。クイックゲージかフルカス欲しいですね。あー、でもこれ無印のロックバンカーって好きだわ俺。これす、え、やべ、なんでジャンプしたのお前。バカなんじゃないの。なんでジャンプしたの。俺の操作や。ミニボムは、あー、オッケーオッケー。ミニボム強いな。っていうかボム系が使えるな、このゲーム。
俺本家のロックマンエクゼだとボム系結構苦手なんですよ、うまく当てらんなくて。もうこれは使える。ネット君、この先いるよ。ファイアマンの気配を感じる。ああ久しぶりのネットバトルだぜ。準備はいいな、ロックマン。ちょっと待って、ファイアマン相手にこれボム系当てられんのか。まあショットガンとスリーウェイで様子見るか。ロックマン、バトルの準備はいいか。 OK さ。ゲージ貯めてから行くべきか。まあいいか。まあいいか、カードあるし、チップあるし。声いいね。燃えろ燃えろ。やめろファイアマン。ん？なんだ俺の邪魔をすんのか、貴様。何してんだよ。またワールド3の差し金か。ワールド 3？ 関係ないね。俺は燃やしたいから燃やしてるだけだぜ。くそ、こいつ、話が全然通じない。いいからお前らも燃え尽きちまいな。お前燃やしたいから燃やすだけつって。んで、話通じないって、今のネットのやばい人たちじゃないですか。こいつネットのやばいタイプの人だぜ。ぶっ倒してやろう。バトルオペレーションセットイン。さて。おっと、なんだこの炎攻撃。回避、ちょっと待って。え、それどうやって避けりゃいいんだそれ。え、まあ、強くねお前。バカほど強くね。ちょっと待って。え、どうやって戦えばいいの。え、ちょっと待って。え、あれどうやって戦えばいいの。ストーンボディか。ダッシュアタック食らうよな。え、マジでどうやりゃいいんだあいつ。え、謎。ちょっと待って。え、どう動けばいいんだ。いや、スライディングで攻撃回避できるのかなと思って下行ったんだけど、炎の時間長すぎて回避になんない。端っこいてもダメなの。え、諦めはしないけどさ。ちょ、ダッシュアタック、ダッシュアタックでも、これあれか、炎直で食らうよりもストーンボディとかで時間稼ぎつつ。やべ、お前邪魔だよお前。危ない。え、端っこまで届くのこれ。え、あいつバカ強くない。ええ、ちょっと待って、残機ゼロになる。バックアップがもうないぞ。危なくなったらプラガードしよう。どういきゃいいんだ、わからん。え、どういきゃいいんだ。リカバリーいっぱい今回あるから、リカバリーをうまく使いながら。え、あいつどうやって倒せばいいの。ファイヤーアーム食らうよりは近づいて直で当たった方がダメージ少ないのか。ちょっと待って、これファイヤーアーム避けれねえんだよ。やった。ちょっと待って。危ない。リカバリー全力。ちょっと待って。意味をこの。え、やば、あいつ、え、あいつどうやらいいんだ。え、ちょっと戻るわ、あそこまで。再び舞い戻ってまいりました。チュートリアルもっかい全部やってきました。超めんどくさかった。で、バブルショットだったら属性入るんで、バブルショットしながら、あ、端っこでこれ回避できるわ。端っこ回避しつつ、遠近、いや、しかた、ちょっと待て、タイミングが良くない。やばい、ちょっと待って、タイミング、OK! いいよ、タイミングつかんだよ。なんだ、OK! うん、嫌い、この人。せめて高低差とかブロックあったらなんとかなんだけど、嫌い、二度と戦いたくないです、ファイアマン。でもなるほどね、これボス難しいぞ。ステージがせめてもうちょっと広かったりとか、壁蹴りしてなんか高さ使えたらもっとなんとかなるんですけど、うわ、壁蹴りして、やった。うん、とりあえずこれで被害が広がることはなくなったはずだね。あとはオフィシャルに任せておけば火事もすぐ収まるはずだよ。あー、俺のファイアマンが火の剣、どういうつもりだよこんなことして。どうもこうもねえよ、ファイアマンが勝手に暴走したんだよ。え、しらじらしいぜ。マジだって、俺がここを探り当てたのも今さっきだぜ。記録を調べてみろよ。ロックマン、どうだ？うん。確かにファイアマンが誰かのオペレーションを受けて動いていた痕跡はないね。でも、あらかじめナビに命令を与えておくこともできるし、ゼロウイルスってことかな。それ見ろ。だったらこんなところまでのこのこ出てこねえよ、ったく。
ゼロウイルスにやられる前にってワクチン入れたばっかりだってのに、このワクチンが悪さしてるんじゃないの？ん？ネット君、とりあえずこのことパパに相談してみようよ。ファイアマンの残骸のデータを調べれば何かわかるかもしれない。そうすりゃ俺の身の潔白も証明できるな。チェ、ここで言い争ってても拉致が開かないか。よし、データを取ったらプラグアウトするぜ、ロックマン。オッケー、了解。これ2の最初の画面かな。パッケージイラストというわけなんだ。そうか、それは怪しいな。そうだよ、まったく日野剣のやつとぼけてばっかりでさ。いや、日野くんのことじゃないよ。日野くんって言ってる。え、日野くんがファイアマンにインストールしたっていうワクチンのことさ。ガッツマンもインストールするって言ってたけど大丈夫か。なんで、ワクチンって薬みたいなものなんでしょ。ネットにはまだ難しいかもしれないけれど、ワクチンもウイルスもナビもチップデータもそれがプログラムということには変わりないんだ。だから使い方次第でいいことも悪いこともできたりする。いいウイルスもいるってこと？あは、それはわからないけどね。つまり悪いワクチンを作るのも可能ということさ。あ、そうか。ネット君、今日のメールニュース、ゼロウイルスのワクチンまだないって。え？あ、そっか、日野剣が入れたワクチン悪いワクチンだったんだ。まだ断言はできないけどね。とにかくこの件は科学省でも調査しておくよ。しかし解決するまではまたしばらく帰れそうにないな。ネット、おとなしくしてるんだぞ。うん、パパも無理しないようにね。いや、ネットはおとなしくしないでしょ。よし、ロックマン行くぜ。え、おとなしくするんじゃないの？するかっての。このままじゃまたパパ徹夜続きになっちゃうだろ。俺たちで悪いワクチンをばらまいてるやつを見つけたらさ、きっとパパ喜ぶはずだぜ。そんなこと言って、実はママの機嫌が悪くなるのが嫌なだけなんじゃ。行く、やっぱり。でもまあ確かにこのまま放っておいたら大変なことになりそうだね。だろ？よし、決まり。さっきの火事もう消えてるはずだ。行けなかったところ行ってみようぜ。あー、そっか、メールちゃんのサーバーとかも行けるのか。メール届いてるな。メールどこだっけ。メールどこだっけ。あった、これか。レギュラーチップについて。あ、レギュラーチップあるんだ。Z ボタンを押してレギュラーチップできるんだね。オッケーオッケー。ちょっとレギュラーチップは、そうしたらキャノンが数かなりあるんで、キャノン設定しておきましょう。これでザコを倒すっていうのはやりたい。あ、メールちゃんの家からプラグインできるようになってるね。公園からもできるようになってる。ちょっと待って、ヒグレア一回行ってみたい。あー、ミニエネルギーとかも売ってるんだ。アーマーとかもある。あ、アーマー買えるじゃん。カードはアクアソード、カードじゃない、チップは、最近流星のロックマンの実況を撮ってるんで、カードって言っちゃうんですよね。チップはバブルショットはもうまあいいかな。ウッドアーマー、アクアーマー、エルキアーマー、アーマー1個買っときたいな。アクアーマー買っておくか。次のボスの属性なんだかわかんないけど、とりあえずアーマーは4種あった方がいい気がするんで。ネットバトルシミュレーター。ほーん。プラグインじゃないのか。メールちゃんの家から行ったら、電算エリアの3とか行けるよね、多分。炎で埋もれてたところがメールちゃんの、なんかホームページって言ってたもんね。ここから調査行ってみますか。あ、電算エリア3やっぱ出れましたね。お、火事もう完全に収まってんな。そうだね。前に来た時は一面火の海になって、下の方に行けなかったけど、これならこのエリアの右下にあるリンクを通って、さらに奥へ行くことができそうだね。よし、行こう、ロックマン。悪いワクチンをばらまいてるやつを探し出すんだ。オッケー。そうしたら、キャノンと、あ、バス、やべ、最悪。なんも、これ、なんも、なん、これ、な、あ、ラットン飛ばしてきた。ちょっと待って、ラットンは怖い。これさ、なんも選ばないでバトルチップ飛ばしちゃうっていうのが操作あるんですよね。なんか操作性が良くない。難しい。押しちゃう。一般人みたいなのがいますね。火事が収まったおかげで、電算エリアからグローバルエリアに行けるようになりました。グローバルエリアへのリンクなら、ここからずっと右下に降りていけば見つかりますよ。このはしごの上は火事ですっかり荒れ果ててしまってますね。あ、じゃあ上一回見た後で、グローバルエリアとかもちょっと調査対象として行ってみればいいかな。一旦ここの上は見ておきたい。あー、インビジブルのやつじゃん。え？消えんのお前。うわ、バスターめんどくさ。バス、うわー、こいつ怖いな。こいつ怖いな。こいつ怖いな。なんか何発か撃ったら攻撃してくるんじゃないのこれ。OK、 倒してなかった。いい、無視、無理。あいつ無理。こっち側の調査は、あれ、ここ来たところか。2に戻っちゃった。じゃあこっちじゃないや。どこ行けばいいんだこれ調査。
じゃあこっちの右側とか見てみようか。あそこの、青いの取れないな、あの位置は。これあれか、ジェットアタックとかで行けばいいのか。なるほどね。まあ今選んでないからいいや。でもこっち側は、火の剣倒すときに行ったルートなんで、じゃあ、下の方見てみましょうか。アラビリングがあるだと、これは便利なんでね。まあ、いただいておきたいと思いますと。あ、ここ足場があるから、あの青いのは取れそうだな。この上行けんのか。行けそうにないな。マップがかなり広い。思ってるより全然広いですね。右下行けばなんかグローバルエリアだっけ？なんか行けるよって言ってたんで、ちょっと右下方向を目指しながら行ってみる。登り、登り。何これ？こっからワープできそうだな。ちょっと待って。ほっとって。あー、青いの届かない。こっち側青いのあるとこじゃなかった。この上だわ。ここジャンプ。オッケー、いけた。よし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 。こっからどこに行けるか。お？ロード画面入ったよ。あ、グローバルエリア来れましたね。カブタンクがいますね。カブタンク、この位置から当たらないのか。え、ちょっと待って、ちょっと待って。これ反転状態がない。一回はめられるときついな。しかもカブタンク結構体力あんな、あいつ。やべ、危ない。キャノンは、え、怖っ！何この、トゲの床が迫ってくんだけど。やばすぎでしょ、さすがに。下からしら、うわ、危なっ！なんだこのインターネット、極悪か？いや、こんなインターネットにしちゃダメでしょ。治安悪くなるよ、こんな。やべえ、リカバリーすんの忘れ、ちょっとね、このゲームむずいっすね、普通に。リカバリー系もうちょい入れるべきだな。なんとなく分かってきた。散々デリートされまくったけど。でもこの手探り状態が最初面白いですよね、やっぱり。新しいゲームとか、今までやったことないゲームやるときって。チップ獲得しながら、こう行きながら、あ、これ、スライディングで回避。ここはスライディング、あ、でもスライディングで無理に通ろうとすると先のに当たりそうだから。慎重にしながら、これ逆に下から行った方が安全説ない？こう鉄球で、鉄球ぶつけながら、あ、ここも上鉄球で行けんな。あ、行けなかったけど、まあ、下行けたから結果オーライ。これ結果オーライでしょう。お、行きつつ、じゃあ、その不要当てづらいな。こう、カブタンクはもう撃ち落とし、スライディングで通ります。ほっ。あ、ちょっと待って、ちょっとやばい。バトルチップ入れ替えたいけどクイックゲージが欲しい。ちょっと待って、ゲージがたまらない。たまりが遅い。あ、ロングソードの人。これプログラムアドバンスとかもあんの？あるって言ってたよね。っていうことはドリームソードとか使えんのか。ソード、ワイドソード、ロングソード一応全部持ってるよね。使ってみようか。あ、下にキューブというかセキュリティがありますね。ちょっとラビリング厄介なんで今体力ないし。あ、当たんなかった、やべ。ちょっと待って、バトルチップ入れ替え。まだリカバリーが来ない。これリカバリー大事だぞ、このゲーム。スモールボムと、ボム系とショット系が入ってるとかなり。オッケー。ここが、デカオのパソコンか。デカオくんのプロバイダーが設置したのかもしれない。ほう。パソコンとインターネットをつないでくれる会社。デカオにあったらいいのかな？他の場所を探してみようよ。オッケー、じゃあ。あ、プログラム君がいる。プログラム君じゃない。一般ナビ君がいる。ここの真上のリンクはインターネットの外れに通じてる。ほう。左にあるセキュリティの先からグローバルエリア2に通じてる。デカを開けてくれよ。お前が開けてくれないと、エリア進めないよ。こっから行けばいいのか、じゃあ。インターネットの外れってどこだ？名前すごい。インターネットの外れってどこだと思ったら、インターネットの外れっていう名前だった。ここがインターネットの外れか。裏インターネットとかではないのか。なんだか少し暗い感じがするエリアだな。確かに寂れてるけど、ここって別に変なエリアじゃないよ。寂れてるってことは、それだけオフィシャルの目が届きにくいってことだよな。もしかしたら悪いワクチンをばらまいてるやつ、この辺りにいるかもしれないぞ。確かに。まあ、それを探すにしては心もとない HP なんですけど。OK。ウォーディン倒して。あ、ちょっと待って。MP がない。MP がない。ちょっと MP 回復するか。オッケー、 MP 回復終了。これ時間経過で回復なんでね、ちょっと待たなきゃいけないっていうのが厄介なんですよね。
うわ、カブタンクあの位置いるの厄介だし、この辺から、あ、当たんない、ここか、うわー、クソ食らった。まあ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 、しょうがないって言ってられない HP だな。ちょっとカード、バトルチップ変えて、リカバリー10か、心もとないけど、まあないよりはマシだな。だいぶ V ガン、V ガンショット、いや V ガンスモールボムでいこう。これでリカバリーはもう、うわー、 MP まただ、全部使っちゃおう、まあ、こんだけ回復すりゃいいっしょ。これで、わー、ほい、よし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 。なるべく戦わないで済む子は戦わない方がこれ正解かもしれない。あ、V ガンありがとうございます。ここで通りながら OK、 メトル倒し、あそこ通れんくない、こういうところってどうやって取るんだ。なんかぜひアドバイスとかあったらね、コメントいただけると非常に嬉しいです。割とガチで手探り状態なんで、オッケーオッケーオッケー。で、向こうにキャノンの人がいるから、これも倒していく。 V ガン尽きたね。一回チップ入れ替えるか。ここでボム当てつつ、ボム系強いわこのゲーム、マジ強いわ。あー、ラビリング厄介、落とすか、 OK。 これで、キャノンは助かる。キャノンはとりあえず弾数が山のようにあるから、この2つでいいかな。あ、やべえ、キャノン1枚しかないのか、これまずいな、まずいな、攻撃手段がほぼないぞ。ミニボムをうまいこと使いながらいかないと。お、誰これ、何、ソニック。ロックマン、こんなところにナビがいるぞ、何か知らないか聞いてみようぜ。うん、ねえ君、この辺りでゼロウイルスのワクチン売られてなかった？ん、君もあれかい、ゼロウイルスが怖いんだね、気持ちはわかるよ。なんか目がつぶら、処理をどんどん重くしていくだけのウイルスだけど、感染したら普通の手段じゃ駆除できないしつこいウイルスだからね。そうなんだ。ネット君、もしかして何も知らなかったんじゃ。あは、でも残念だったね。そのワクチンならさっきまでこのスターマンが売ってたんだよ。お前がバイヤーか。ちょうど今売り切れててね、なんだったらまた仕入れておくけど、どうする？ロックマン、こいつ？うん、君だな、悪いワクチンをばらまいてるのは。俺たちは騙されないぞ、ゼロウイルスはパパでさえ解析できてないんだからな。チェ、もうバレちゃったのか。まあ稼ぐだけ稼いだしいいか。オフィシャルが動き出したら厄介だし、僕は退散させてもらうよ。逃げやがった。プラグアウト？ネット君、これはプラグアウトじゃない、まだ近くに気配がある。あ、どっかにいんのか。うわっ、ははしつこいナビ、こいつの相手でもしてなよ。デリートされなかったらまた会えるかもね。ははは、ウイルスを消しかけたのか。やろう、仕方ない、倒して進むぞ。おわっ、うわっ、こいつ強いやつ、ちょっと強いやつ、オッケー。ロックマン、スターマンはこの先へ逃げたみたいだよ、行ってみよう。オッケー、追い詰めようぜ。あいつ逃げんじゃねえよ、ちょ待ってください、ここまで来るの大変だったから。ほい、あ、ナンバーマンじゃない、あ、下にいるの日暮さんのナビのナンバーマンじゃないか。本当だ、こんなところにもネットショップを出してたんだね。ちょうどいい、スターマン見かけなかったと聞いてみよう。そうだね、あの、買うお金はないからね。ナンバーマン、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。おや、ロックマン、どうしたんです、そんなに血相を変えて。さっき金色のナビがここを通らなかった、とても悪いやつなんだ。金色のナビ、知りませんね、私はここでずっと店を出していましたが。ダメだ、ネット君完全に見失ったよ。くそー、今度見つけたらただじゃおかないぜ。仕方ないね、これからどうしよう、パパに連絡入れる。そうだな。ん、ネット君メールが届いてるよ。メール、ガッツマンが暴れてる、大変なんだ。ガッツマンが暴走して暴れてるんだ。ペットからの操作も全然効かねえ。今はまだ俺のパソコンの中にいるけど、そのうちインターネットへ出て暴れるつもりみたいなんだ。そうなったら大変だ。これあれじゃん、ファイアマンと一緒じゃん。ネット、インターネット経由で俺のパソコンに入ってガッツマンを止めてくれ。メールにはレベル 3P コードをつけておいて。おいた、お前だけが頼りなんだ、頼む。あらま、マジかよ。そういえば前にデカオ君から来たメール、ワクチンってもしかしたら。間違いないな、スターマンのワクチンだ。くっそ、急ごうネット君。グズグズしてたらファイアマンと同じようにガッツマンも。よし、ロックマン、デカオのパソコンに入ってガッツマンを止めるぞ。オッケー、じゃあ今回はここまでにして。あ、 HP メモリ売ってる。え、メモリアップ、うわ、バストアップ、こっちで買えばよかった、ヒグレアで買わなきゃよかった、うわ、しくった。金貯めてまた来よう。はい、今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回、ガッツマン戦かな。
ガッツマンの動きがどんなのかわかんないけど、まあいつものショックウェーブ的なやつだったらなんとかなると思うんで、まあ楽しみにしておきたいと思います。じゃあよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。